いよいよ最後の1週間が始まろうとしています。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第16回目の天神七町薫編の実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はですね、薫ちゃんと1日デートをしてましたね。そのデートだけで前回は終わってしまったんですけど、まあ面白かったですね。薫ちゃんが男になってみたりね、面白かったです。で、早速ですね、星が出てますね。よし、思い切って薫をクリスマスデートに誘うぞ。行きましょう。星がつきますよ。あ、カオル、ちょうどいいところに。おーい、カオル。デートの次の日だからね。ん？呼んだ？うん、思いっきり呼んだ。もしかして、私に用事でもあるの？まあ、なきゃ呼びかけないよな。まあ、そうだな。では、どうぞ。はいはい。え、ああ、うん。こら。はい。なんだよ。もどかしい。言うことがあんなら男らしくビシッと言いなさいよ。そうだよ、早く誘っちまえ。私たちそんな言い淀むような関係でもないでしょ。そうだよな。じゃあ聞くけど、カオルはイブに予定とかあったりするのか？あるわよ。この前ないって言ってたのに、に、セルフエコー。そうなんだ。テンションガタ落ち。今さら何言ってんの？あんたとデートするに決まってるでしょ？カオルちゃん来たいいね、そうやって下げてあげる。落としてあげる。いつになっても誘ってこないから。勝手に予定に組み込んでおいたのよ。ああ、いい子だ。問題ある？ Nothing。 ないです。誘うのが遅いっつーの。そうだそうだ、ごめん。まあいいわ、許してあげるわよ。こうしてちゃんと誘ってくれたわけだし。やったね。うん、それじゃあ楽しみにしてるわよ。何？まだなんかあんの？どこに行くかじゃない？いや、行き先はまだ決めてないから。それならポートタワーとかはどう？ポートタワーってなんだっけ？あれ？港、先輩と行ったところにあったでかい建物かな。ポートタワー、まさかあれに登りたいとか言うんじゃないだろうな。あー、高いとこダメだからな。確かあそこってさ、海まで近い上に公園も水族館もあったわよね。お、デートスポットですな。なんだ、そういうことか。わかった、じゃあそうしようか。うん、あっさり決まったね。それじゃあ待ち合わせ場所だけど、2時にゲームセンターでどうだ？なんでゲーセン？そうね、そうしようか。よし、決まりだな。オッケー。お、ついに最終回が見えてきましたよ。それじゃあそんな感じでよろしく。ほーい。はいはい。やったぞ。よし、今年のクリスマスはカオルとデートだ。誘う前に予定に入れられたことにはちょっと驚いたけど、まあいいや。あ、今から楽しみだな。やった、星がついた。やったぜ。よーし、行きましょう。教科書が見当たらないぞ。ロッカーを見に行ってみるか。うん、これ行こうか。イベントですね。あれ、おかしいな。次の科目の教科書が見当たらないぞ。もしかしてロッカーの中に入れっぱなしだったかな。またリホコちゃんに借りに行ってこいよ。ちょっと見に行ってくるか。うわ、なんだ、触れた。ドン、いて。うわ。すんごい声出たよ。たたたたたた。ごめん。ああ、カオルちゃんかい。ちょっと。あ、ごめんなさい。なんだ、やっぱりカオルだったのか。やっぱりって。何よ、やっぱりって。いや、あまりに色気のない悲鳴だったからさ。そうか？それはそれで可愛いと思うけど。あんた、殴るわよ。優しくしてね。死ね、もう。お前死んじまえ。優しくしてね。ペッチン。いったー。ん？
おかしいな、痛くないぞ。ああ、笑ってて力が入らないのか。でも何か悔しいから笑いたくないと。僕自身はそれほど面白いことを言ったつもりはないんだけどな。すっげえこらえてる。大丈夫か？耐えたわよ。ああ、お疲れ様。今のは完全に不意をつかれたけど、私に同じ手はもう通じないわよ。優しくしてねえだもんな。必ず仕返ししてやるんだからね。ああ、はい。覚えてなさい。色気がないって言ってから怒ったのか、それとも不意をついて笑わせたのがいけなかったのか。まあいいや、どうせ彼のことだし、明日には忘れてるだろう。と、それより今教科書だ。早くロッカーに行かなくちゃ。ああ、それだけ？ほう、また教科書が見当たらないぞって。お前どんだけ教科書ロッカーにしまい込んでんで。あ、これだけか。じゃあとりあえず先に会話をやっちゃおうかな。うん。だってもうこれで最後でしょ、会話も。あ、カオル。はいはい。よし。行こう。世間話じゃんけー。はい。桜坂の葉っぱもほとんど散ったって感じになってきたな。なんだ？そうよね。冬だね。春までこのスカスカ状態が続くと思うと、なんか寂しいわ。まあそうね。空が見えるからいいじゃないか。冬空じゃテンション上がらないって。あれ、冬の空好きって言ってなかったっけ。ああ、早く桜が咲いてくれればいいのに。ああ、木があるとってことかな。ああ、テンション下がっちまって。アタックアタック。今度運動ない。世間話でした。よいしょ。おお、変わらないね。おお、なんだ。ちょっとここは安全牌。恋愛。中学の頃に好きだったやつとかいる？ほう。どうしてそんなこと聞くのよ。いや、なんとなく気になったから。まさかこの変態だったのか。中学の頃はそこまで好きになった人はいないかな。ああ、そうなんだ。でもあんたといるのは好きだった。あら、遠回しにこいつって言ってるのもんだぞ。楽しかったからね。ああ、そういうことか。仲のよろしいことで。これも恋愛ですか。ちょっと怖いんで安全牌取ります。一目惚れってあると思う？うん、思う。あら、意外。でも実際惚れたことなんてないけどね。まあそうね。そっか。うん、あの人かっこいいなって思うことはあっても惚れるまではいかないのよね。あ、すげえわかる。可愛い子をさ見つけてもさ、僕の中であれなんですよね。あの子すげえ可愛いな、あ、彼氏いるわってなっちゃうんだよな。ああ、なるほどね。確かにそういうことならよくあるよな。あれあれ、本当に惚れるっていうかね、あ、もう諦めちゃう。あ、もう絶対彼氏いるわーってなっちゃうな。さあ、アタック行きましょう。また廊下で宙をするのが君たちは。もうしろ、勝手に。もうするならしろ。もう。知らん、もう。あのさ、カオル、僕ともう一度、その、またかよ。キスしたいの？うん。いいよ。いいのかよ。本当に？私も、あんたとしたいから。はたから見たらすごい光景だよな。まったくだ。いいじゃない、周りなんてどうでも。いや、よくあるよ。よくなくないよ。そうかな。別にいかがわしいことしてないんだ し十分してるけどね。うん、してると思うけど。いいのいいの、そんな小さなこと気にしても始まらないでしょ。それでいいのか。いいよ。ああ、うん、昼間からこいつらは何をやってるんだい。もう
またかい。またするのかい。もう。カオルのやつ、大胆だな。お前が言うな。うわ、そんな。はぁ、あ。もうね。この二人にはついていけないよ。すごいね。森島先輩の時以上だね。ごちそうさまでした。お粗末さまです。お粗末さまでした。そんなことないよ。え？ちゃんと、あんたの気持ち届いてるよ。そんな恥ずかしいこと。いいの、いいの。じゃあ、私、稽古に呼ばれてるから。田中さんが、カオル、なんでキスなんかしてるのって。あ、うん、またね、バイバイ。カオルが言ってたキスの意味がなんとなく分かった気がする。お互いの気持ちか。うん、少しずつですがアタックも増えてますね。はあ、最後の1週間にもやってきてしまいましたか。再収録。まあ収録ミスで、ああ、もう嫌になっちゃうよな。本当に。ちょっと飛ばし気味でいっちゃうかもしれませんが、ご了承ください。ごめんなさいね。これは問題なくいきました。ね、放課後デート成功したのに。これで確か恋愛にして、ウェディングドレスって着てみたい？まあ女の子なら着てみたいんじゃない？やっぱり。まあ、そうね。着てみたいかも。ね。似合うか似合わないかは別として、やっぱり一度くらいよね。似合うと思うけどね、カオルちゃんね。え、ウェディングドレスだよ。そっか。ありがとう。うん、んーで、ここは恋愛にしたんだな、多分。そういえば恋をすると綺麗になるって話なんだけど、カオルもそう思うって聞きたかったんだ。それは、え？え？僕そういうのってよく分からなくて。あんたね。最低ですね。期待させといて。なんだよ。なんでもないわ。うん、そっか。どうしたんだカオルのやつ。お前のせいで。ほらもうテンション下がった。で、これで行動をしましたと。よし、かっこいい顔でバッチリ決めるか。なあ、カオル。ん？何？ここでカオルちゃんの初めてのキリン。初めて見せたんじゃない？カオルちゃんには。どうしたのよ。え？今の顔、なかなかいいじゃない。マジで？そうかな。いつもだらしない顔ばっかりだったから、なんだか新鮮だったわ。それってそう、いい意味でね。いいじゃん、いい意味なんだから。ありがとう。よし、思ってる効果があったぞ。うん、でアタックするんですけど、放課後デートですね。まあ途中まで同じ下りですね。なんか俺、今日ってバイトの日だっけ。うんうん、今日はお休み。行こうぜデート。それなら一緒に帰らないか。そうね、そうしよっか。おう、やった。大げさね、私となんていつでも一緒に帰れるじゃない。いや実際バイトとかがあるとね。そうだけど、なんて言えばいいのかな。カオルと一緒にいたい気分なんだよ。じゃあその気分が変わらないうちに帰ろうか。おう、そうだな。で、どこに行くのかというと、カオル、今日はどこかに寄ってく？それともこのまま帰るか？そうね。僕はどっちでもいいぞ。あ、そうだ。うん？うん？じゃあ、ちょっと寄り道しようか。Oh, yes. Okay. Thank you. You're welcome. で、どこに行くんだ？こっちこっち。え？そっちって神社の方じゃないか。
神社ね。初めて見るね、この神社は。ここは全然変わらないね。そうだね。でも、どうしてこんなところに？ちょっと思い出したことがあってね。ほう。思い出したこと？うん。私がまだ小さい頃、お父さんとお母さんと3人で来たのよ。思い出の場所ってやつですね。へえ。ここってさ、夏にお祭りやるじゃない？あー、うん。出店とかでいっぱいになるよね。そうそう、懐かしいな。僕も昔来た覚えがあるよ。やっぱり地元民ならみんな来るわよね。うんうん。それでね、私ここでリンゴ飴を買ってもらったの、お父さんに。うん。私上手に食べられなくてさ、ベタベタになっちゃうよな。ベタベタにしちゃうんだよな。浴衣が台無しよ。あちゃあ、それはいい思い出だな。でしょ。うん。私お父さんもお母さんも大好きだから、再婚には反対。これってわがままなのかな。まあ子供からしたら普通なのかもしれないけど、僕にはわからない。そうよね。おお、寒い寒い、冷えてきたな。もう行こうか。うん。風邪ひくと後が大変だぞ。そうね。うん。お父さんもお母さんも好きだからか。こーら、何突っ立ってんのよ。置いてくわよ。へいへい。ああ、ごめんごめん。まったく。さてと、それじゃあこの辺で。おう。ああ、うん。またね。ほいほい。またな。うん。オッケー。ちょっと怖いからもうセーブしとこう。またね、収録ミスって言うとまたテンション下がっちゃうからね。オッケー。もうこれでカオレちゃん上がりようがねえぜっていう話をしてたんですよ。いい笑顔だね、ニーニー。何か楽しいことでもあった？クリスマスデートがあるでしょ。で、今日はデートしてきたよ。いいね。よし、一旦止めます。もうちょっとだけやりたいと思います。で、これだな。また教科書が見当たらないぞ。ロッカーを見に行ってみるか。一応ね、これの途中まで撮ってたんですけど、収録ミスがね、分かってやめたんですけど。おかしいな、次の科目の教科書が見当たらないぞ。またかい。またロッカーの中に忘れてきたのかな。仕方ない、教科書を取りに。あれ、カオルのやつドアのところで突っ立って何してるんだ。あ、まさか。またかーい。あはーん。やっぱりな。痛い。これはこれで可愛いと思うけどね。なるほど、カオルが気にしてたのは色気がないって言われた方だったのか。よし、疑問解決、すっきりだ。ちょっと無視してんじゃないわよ。食ってかかってきたか。こうなったらもう一押しだ。待てっつってんのよ。あなた何ですか？欲しいのはお金？それともマロでおじゃるか？マロってなんだよ。勝った。無益な戦いだった。さすがね。で、なんだ？どう？ケイコ。田中さん。すごく面白かったよ。ありがとう。田中さん。ねえ、言った通りでしょ。うん、あなたって本当はかなり変な人なんだね。バレた。田中さんにこの変態の本当の姿を見られてしまった。なんてことだ。いや違うんだって。え、マロじゃないってこと？そこ
その天然はひどいわ。結構最高。かわいいね。うん、いやいや、笑わせてくれるね。ほんと、いい暇つぶしになったわ。もう暇つぶしの道具としての扱いだな。そんじゃね、行こ、ケイコ。あらら、待てよ、カオレ。これ一体どういうことなんだ。仕返しをするようなふりをして、あんたを釣り上げたのよ。あらら、ケイコに素のあんたを見せてあげるって誘い出してね。え、じゃあ何、カオルちゃん的にはこの変態もそうだし、カオルちゃん、あ、これじゃねえ、ケイコちゃんじゃねえ、ケイコちゃんってなんだ、田中さんも騙したってことか。はあ、そんな見せてもらっちゃった。まあ、ケイコちゃんつって間違いじゃないんだけどな。おほほほほ、ざまあ見ろ。見られちゃったね、本当の姿をあ、可愛いね、やっぱり田中さん完全にやられた。まあどんまい、しょうがねえよ。うん、会話が増えましたね。で、確かここ一旦止めて、で、見たらダメなことになってたんですね、データがちょっと一旦止めとこう、様子見ていきます。ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、火曜日だけやらせてください。テラス行こう。うん、無事にね、収録できてたんで、この調子でやってみましょう。ああ、おーい、オッケー、会話しようぜ。うん、ここも行くぜ。ほい。あー、でも放課後に残しといた方が良かったかな。まあいいや、一回ぐらいやってもバチは当たんないでしょう。さーて、ここだ。行動しますか。うん、カオルって見てるだけでも不思議と飽きないんだよな。動物か何かか。うん、できればずっとこうしてなあ、カオル。何？じーっちょっと、どうしてそんなにこっち見てるのよ。捕まるぞ。どうしてって、見ていたいから。それはそれで怖いだろ。ごめんごめん、ほんと照れるんだってば。そうだよな、うん、なんだかカオルが照れてるのを見てたら僕の方まで照れてきたぞ、うん、たく、イチャつくな、もうそういうゲームなんだけど。あ、帰らないね。よし、おお、マジか、行動が2つあるってこと。じゃあこの2、あー、でもな、アタックしたいから落としたくないな。もう一回行動。あ、マジか。よし、ちょっとカオルの頭を立てて反応を見てみるとするか。なーで、なーで、何してんの。あ、いや、なんでなんで、嫌じゃないんだね。カオルがいつも頑張ってるから褒めてあげようかなーなんて、偉そうだな。そう、なんだか素直だな。もしかして照れてるのかな。うん、ありがとう、もういいわよ。そっか、ちょっと意外な反応だったけど、なんだかすごくいい感じじゃないか。よかったねよかったね。はい、じゃあもう超アタック、いきやっしょい。まあ放課後デートに使ってもよかったんですけどね。まあそっちの方がよかったのかな、どうせ中でしょ。あのさ、カオル、僕ともう一度その同じか、キスしたいの。したいですって。いいよ、同じだね。私もあんたとしたいから。もうさ、ところ構わずするんだね、君たちは。いいよ、はーい、どうぞもうなんだろう、この二人のこういう行動にも慣れてきてる自分がいるのが怖い、本当に。ああ、なんか俺このカオルちゃんのさ画面何回も見てる気がするんだけど。はいはい、おめでとうもう
もうスタッフロール流れるんじゃないのこれ。ごちそうさまでした。はい、どうも。そんなことないわよ。私、稽古に呼ばれてるから。はい、またね。バイバイ。同じなんだね、もうここまで来ちゃうと。じゃあそれが分かっただけでも、うん、いいとしましょう。うん、同じだね。ちょっと飛ばしますか。うん。で、放課後でデート行ってみましょう。今度は違うところ行けるかもしれないからね。おーし、行くぜ。と言ってもほとんどもうね決まってるからいいんですけど、ね、怖いんだよな。いけるかな。いやだってさ、これだぜ、これ。一回落とす、落として開けた方がいいかな。だってこれだと帰っちゃう恐れがあるじゃない。言うじゃない。あ、でもあ、これで落としの4ターン目で全部揃ってくから上がるんだよ。あ、うまい、この戦術、戦術うまいよ。どうするどうするどうする。勉強でもぶち込んどけ。勉強でもぶち込んどけ。これでこうなって下がってもこれが揃ってるから上がると。うまい、うまいぞ、我ながらうまいぞこれは。でこれでもう一丁アタック、イエス。いいね、最近ちょっとアタックばっかしてるような気がしますが、まあいいや。なあカオル、今日って時間あるのか。ん、そうね。じゃあよかったら一緒に帰らないか。いいわよ。よーし、私もそろそろ帰ろうかなって思ってたところなのよね。いいタイミングだったな。うん、今日はどこに寄るんだ。じゃあブラブラしながら帰るとするか。オッケーオッケー。どこだ。なあカオル、ん、どこか寄りたいところとかあるか。うーん、そうね、僕はどうせ暇だし付き合うよ。うん、うん、いいや、今日はまっすぐ帰ろう。あら、珍しいな、お前がまっすぐ帰るなんて。たまにはそういう時もあるわよ。そっか、あら、今日はデートなし、残念。じゃあここで。またね。バイバイ。本当にまっすぐ帰るんだ。カオルにしては珍しいよな。ストーカーすんなよ。ん？ん？ん？あのカオルさん。はいはい。どうしました？どうしてついてくるんだよ。ストーカーされてた。僕に聞かれてもな。じゃあ散策。言い方を変えただけじゃないか。どこが行きたいなら付き合うってば。そういうわけじゃないのよね。まあ本当それこそブラブラしたいんだろうな。じゃあなんだよ。わかんない、なんてね。あんたと別れるのがなんだか寂しかっただけよ。え、冗談。冗談かい。それじゃあ今度こそ本当に帰るわ。あらら、家まで送ってあげればいいのに。あー、うん、じゃあね。はいはい、バイバイ。カオルが寂しいだって、まさかな。まあいっか、それじゃあ僕も帰るとするか。あ、これでおしまいだね。おー、いいね、放課後デートもだいぶ消費してるね。いいねいいね。うん、いいでしょう。ニーニー、顔がデレデレしてるけど何かあったの。カオルちゃんが寂しいって言ってくれたんだよ、この変態がいないと。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。若干長くなったかな。収録ミス等もありましたが、残り数日間頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。 Twitter とブログ相変わらずやっておりますので、ぜひ見てみてください。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。